頑張れ。あるというふうに言われていて、植物園が86年目になるんですけど、その前から六甲山に植わっていた道南ツツジで、剪定せずに90年経つとあれぐらいの高さまで大きくなるっていう、あんまり見ない姿だと思います。で春になるとお花をたくさん咲かせてましたし、秋になると真っ赤に本当に葉っぱが色づいて、とても綺麗な姿を見せてくれる植物です。姫シャガがちょっとだけ残ってますね。一つだけお花が残ってます。ここは姫シャガの場所です。有名なんですけれども、その記して以来長い間見つからなかったんですね。シーボルトが見つけてから見つからなかったので幻というふうに言われています。で、そこに、1959年に六甲山 の六甲山小学校の先生がたまたま見つけて、そこで再発見されて、六甲山ゆかりの幻のアジサイということで言われているのがその由来になっています。で、お花
ササユリや。ササユリって書いてある？Thank you.
ありがとうございます。これだけ残るってこと？
しいですよね。とてもなるほど、目で処分とかいうこともありますよね。